はい、小山さんは子供の時に駄菓子屋とか行かれました？行きましたね。あ、はい、近所にありました？ありましたありました。怪しい駄菓子屋がありましたね。怪しい、おー、はい、どういう駄菓子屋ですか？昼間から超暗くてね、はい、なんかちょっとね、あのおばあちゃんが座ってて、ね、そう、なんでしょうね、はい、なんで駄菓子屋って暗いんでしょうね、うん、暗いですね、なんかね。俺の行ったとこも近所に一軒あって、うん、はい、暗くて、うん、おばあちゃんで、うん、子供嫌いなんですよね。あれ、なんで駄菓子屋やってんのに子供嫌いなんでしょうね。やってるうちに嫌いになるんじゃないですかね。多分ね。最初は好きで始まったけど。はい、あの、くすねるガキがいたりね。どこでもで悪い奴がいますからね。うるせえガキがいて、ね、はい。勝手に当たりくじとか家で偽造するやついましたもんね。そうそうそうね。勝手にね、もう、これ嫌だ返せとかね。なんかもっとソースいっぱい塗るとかね。うるさいガキがいたもんですよ。うるさいガキがいたんでしょ。はい、どう